どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、ミスティを、ルバートで、ソロギターで弾いてみたいと思います。ではでは早速行ってみましょう。はい、こんな感じだったんですけれども、では早速解説の方行ってみましょう。はい、それでは、譜面の方を見ていただきますと、まずメロディーをコードで弾きます。はい、で E フラットに行きます。はい、この E フラットは3度の音をナインスにしてますね。普通に弾くとこの3度の音がナインスになって、メジャー、セブンスの音が入ってますね。 E フラットメジャーセブンスナインスみたいな感じで弾いてますね。はい、でメロディーを弾きます。 B フラットマイナーセブン、 E フラットセブン、はい、 A フラットメジャーセブン、はい、メロディーを弾いて A フラットマイナーセブン、D フラットセブン、 G マイナーセブンと書いてありますが、ここは E フラットメジャーセブンを弾いてます。 E フラットメジャーセブンから見ると3度マイナーセブンの G マイナーセブンはトニックの代理コードなので、G マイナーのところで、トニックの E フラットを弾いちゃってますね。 C マイナーセブン、 F マイナーセブン、7 G マイナー7 C7 フラット9を弾いてますね。 F マイナー7、高い方の F マイナー7、
Bb7 13 Fb13 でメロディー入ります。はい、次 Eb に行くんですけど、一回 D を一回挟んでから Eb メジャー7ナインスは入ってますね。はい、半音でクロマチックで、進むようにメロディーを入れて Bmb7Eb7 ちょっと難しいです、ここは。はい、Am7 結構ストレッチなコードフォームになってます。はい、Am7 Db7 Gm7 ここもまた Em を弾いてますね、Mb7。Cm7 Fm7 Bb7 で Eb6 が入ってますね。で Am7 Eb6 ですね。じゃあメロディーですね、次も。Bb7 はい、Eb7 Am7 はい、次 Am7 はい、次 D7F7 はい、ここ2-5にしてますね。 Cm を弾いて F7 Gm Gb7 Fm7 でメロディー。はい、で次に行くと Eb がちょっと変わった形のコードです。で今度は高い方の Bb マイナーフレーズ Eb7 はい、Am7 Am7 はい、次にははい、ここはトニックの Em7 9th が入ってますね。 Cm7 Fm7 Bb7 Eb6 はい、エンディングは Am7 Fm7Em7 で最後 Em7 5th という難しいやつ。はい、これでおしまいです。はい、こんな感じだったんですけれども、いかがだったでしょうか。今回のミスティはコードのアレンジが結構難しくなってるかと思いますので、頑張って練習してみてください。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。